年金暮らしの無能ババアが英語なんて話せないでしょ。人が大勢いて少しだけざわついた会議室。そこであろうことか、サキは私に暴言を吐いた。無能ババア、英語なんて話せないでしょ。彼女が入社してきてから何回言われただろうか。幸い商談先の社員は誰も気づいてないようだ。たまたま同席していた社長もこちらには気づいておらず、資料に目を通していた。私が断ればサキは騒ぐだろう。この女は常識というものを全く知らないのだ。わかった。そろそろ出番だ。覚悟を決めた私は立ち上がり、スピーチ台へ向かう。そして大きく息を吸い込み、口を開けた。私の名前は高田美智香、65歳。とある小さなメーカーでパート事務として働いている。社員は優しい人ばかりで、とても居心地よく仕事ができており嬉しい。しかし何も苦労せずにこの環境を手に入れたわけではない。話は私が大学生を卒業した頃にまで遡る。私は大学を卒業後、とある有名な会社に就職した。有名な会社というだけあり、海外の企業との取引が多かった。それが狙いだったのだ。実は私は幼稚園の頃に通っていた英会話教室がきっかけで、英語という言語に興味を持ち始めた。熱が冷めないまま成長した私は、高校と大学は英語を学べる学校を選んで進学。そして、今まで学んできた英語を活かせるような会社に就職できたらという思いで、懸命に就活に励んだ。その結果、無事に望んでいた会社に就職できたのだ。本当に嬉しく、頑張ってきてよかったと思えた。しかし、入社してからの約1ヶ月間で、その考えは大きく変わることに。実際の仕事内容に関しては全く文句はない。むしろ私が望んでいたものばかりで嬉しかった。だが、人間関係が最悪だったのだ。上司の機嫌によって左右される一日、社員同士が悪口を言い合い、後輩や部下への教育はまともにしない。仕事は与えるだけ与えておいて、どうこなしていいかも教えてはくれず、マニュアルを見て何とかしろの一点張り。上司の機嫌がいい日は質問すると教えてくれたが、機嫌が悪ければ怒られる。正直よくこんな会社が有名な会社にまで成長できたなと思うほどだった。後から分かったが、どうやら私が配属された部署だけがそのような空気だったらしい。結局、私は就職して3年も経たないうちに辞めた。会社を辞めた当初、将来が不安で早く就職しなくてはという焦りの気持ちがあり、それが裏目に出たのか、受けた会社は全落ち。どうしようかと悩んでいた中、たまたま読んだ小説をきっかけに焦っていてはいけないと思えるようになったのだ。それからというもの、私は派遣として働いたり、バイトをしたりしてふらふらと生活した。だいぶ気持ちも落ち着いてきた頃、私は再び就活を再開。リフレッシュできたためか、就活を始めてからすぐに内定をもらえ、久しぶりに正社員として働くこととなった。それが今働いている会社だ。昔から変わらず心地のいい会社で、気づけば辞めないまま60歳を迎えた。60歳を迎えるまでに私は結婚、出産をし、生まれてきた子供を成人まで育て、一般的に普通と呼ばれる人生を歩んでいた。60歳は定年の年齢。定年退職を考える旨を上司に話したところ、もう少しいてほしいと言われた。私の仕事を認めてくれていたがゆえの願いだったそうだ。その理由を聞き、素直に嬉しいと感じた私は、上司からの提案で60歳からパートとして働くことを決めた。そして5年後の今、私は変わらずパートとして仕事を続けていた。いつまで働けるかわからないが、できる限りこの場所に身を置き続けたいな、
なんて思うこともしばしば。それほど会社は私にとって大切な場所となった。しかし、とある人物の入社をきっかけに、私は大変な目に遭ってしまうのだ。社員の名前は中島咲、27歳。じゃあよろしく頼むよ。はい。咲は私と同じ業務を担当することに。部長に連れられて私の元にやってきた彼女は、少しだけ緊張しているように見えた。事前に咲が来ると聞いていた私は、とりあえず咲を落ち着かせようと思い、優しく声をかける。大丈夫？はい。かなり緊張しているようだ。咲は小さな声で返事をした。あまり緊張しなくても大丈夫よ。でも、そんなすぐになれろっていうのも無理よね。いえ、すみません。いや、本当に気にしないで。ゆっくり慣れていこうね。はい、ありがとうございます。少し安心した様子のサキは、先ほどより表情を緩めて返事をしてくれた。私も彼女の表情を見て、ほっと胸をなで下ろす。この様子だと仲良くなれそうだと思っていたのだが、私の予想は大きく外れてしまった。あんたみたいな人に仕事を教わるとか、絶対無理なんだけど。ちょっと。サキが入社してから1ヶ月も経たないうちに、彼女は私への態度を大きく変えた。理由は、私がパートだと知ったからだそう。当然最初は驚いた。急に態度を変えられて、どのように接すればいいのかわからず戸惑ったものだ。だが、私はきつく怒ることもできないまま、他の人にまできつい態度をとっていたら話は変わってくるが、そうではない。そのため、自分が耐えていればいいという考えがあった。パートに教えてもらうことなんて何もないんだけど。てか、年金もらってるんじゃないの？早く辞めればいいのに。そういうわけにはいかないのよ。はあ？あ、もしかしてお金の使い方が下手だったりします？年金があるんだったら十分生活していけるでしょ。私の話もろくに聞かず、サキは私をバカにするような発言を繰り返す。パートってことは低学歴なんでしょ？やっぱりそういう人から仕事を教わるのはちょっと。そんなこと言わないの。私のことが気に入らないのはわかるけど、仕事なんだから。何？一丁前に説教ですか？話が通じないサキだが、意外にも仕事は素直にしてくれた。しかし、間違っている部分が多く、結果的にやり直しをさせることになる。この書類なんだけど、直してもらっていい？いろいろ間違ってて。だが、サキは書類を受け取らない。え？私ちゃんとしましたけど、そっちの計算ミスなんじゃないですか？何回も確認したけど、全く違うのよ。もう一回確かめてみてちょうだい。はぁ。そう言ってサキはしぶしぶ書類を受け取った。サキは私以外の社員とは仲良くしたいと思っているようで、よく社員たちの話の輪に入っていく様子を見る。他の社員はサキの話を静かに聞いており、なんだかんだ私以外とはうまくやれているのかなと思った。私、結構有名な大学を出てて。しかし、耳に入ってくる彼女の話は、すべて自分がいかにすごい人間か、どれだけ頭がいいかを自慢するものばかり。確かに、サキはいい大学を出ており、頭はいいらしい。だけど正直、普段の行いで全て台無しになっている気がする。話を聞いている社員はどのような感情なのかが全くわからなかった。サキは他の社員がいる場では、私への態度を他の社員と同じように変える。私への態度が悪いのは、私と二人きりの時が多い。人がいなくてもバレないように工夫している。私が強く怒らないから、私に対しては何をしてもいいと思っているとしか考えられない。
きっと誰も先の本性は知らないだろう。まあ私が先について考えたところで、彼女の私への態度は何も変わらないことは分かっている。考えるだけ無駄かと思い、適度な距離で先と関わり続けた。しかしある日事件が起こった。先が私のチェックも通さずに勝手に取引先へ書類を送ったのだ。これお願いね。仕事なんだからちゃんとして。私は先の機嫌を損ねると面倒なことになると知っていた。そのためできるだけ優しく彼女に言い聞かせるように言葉をかける。先はしぶしぶ必要事項が書いてある書類を受け取り、自分の席へ戻った。何回もお願いしていた仕事だし、私にチェックを通すように言っていたため完全に油断してしまった。翌日、あの書類は終わった？さすがに終わっただろうと思い、私は先に声をかけた。すると彼女は笑いながら、終わったっていうかもうファックスしましたけど、という。その瞬間背筋が凍った。本当に言ってる？はい。だって何回もやってる仕事だし別に良くないですか？てかチェックって何？だる。先の言葉に私は声を荒げそうになる。しかしぐっとこらえた。同じフロアには頭を抱えながら仕事をしている人や電話対応中の人がおり、私が声を荒げてしまえば迷惑だと考えたのだ。きっと先が他の社員がいる中で悪態をついてきたのは、それぞれの状況を把握していたから。私はなるべく気持ちを落ち着けて、書類の原本に目を通す。すると、やはりパッと見で数値や金額が間違っているのが分かった。すぐに私は取引先に連絡をし、謝罪と本日中に改めて書類を再送する旨を伝えた。取引先は状況を理解してくれ、なんとか話は収まった。会議室、来て。電話を終えた後、私は怒りで震える声で先に指示を出す。彼女は面倒そうにため息をつきつつ、静かに席を立った。で、何ですか？何ですかじゃないでしょ。何を考えているわけ？怖いな。会議室で話を始めると、先ほどとは態度を一変させた先は、いつもみたいに私をバカにするような態度を取ってきた。私何回も言ってるよね。書類ができたら私が確認するから渡してって。だって、あなたに渡すといつも細かいところまで突っ込んできて嫌なんですよ。そういう性格、本気で直した方がいいと思いますよ。これでは私が全部悪いみたいじゃないか。私は先の言葉に腹が立ち、声を荒げた。そもそも、私があなたに一回私に見せてねって言ってるのは、あなたのミスがあまりにも多いからだからね。言っておくけど、他の子はもっと真剣に仕事に取り組んでくれていたし、ミスも多くなかったから修正を求める回数は少なかった。そりゃあ人によって仕事の向き不向きがあるのは分かっているけど、あなたは仕事に対してのやる気がないから、ミスをし続けているようにしか見えない。とりあえず、頭に浮かんだことを言った。まあ、これで先が素直に謝るような人ではないのは、社内だと私が一番知っているだろう。そう思っていると、予想していた通り、先は逆切れを始めた。はあ？何を私を分かったように言ってるわけ？私にミスが多いって思っているんだったら、それは全部あなたのせい。あなたの教え方が悪いのよ。それに、仕事に対してのやる気がないって。勝手に決めつけてんなし。確かに私の教え方が分かりにくい部分もあるかもしれない。でもそれだったら聞いてくればいいでしょ。ここはどうしたらいいかとか、もう一度やり方を教えてほしいとか、そのくらいしてもいいんじゃない？それにあなたがどう思っているかは分からないけど、私から見たら仕事に対してのやる気なんて全く感じられない。うるさい。年金暮らしのババアが偉そうに説教しやがって。
あんたは正社員の私とは違うの。あんたは所詮パートなんだから。それに低学歴なんでしょ。そのくせに偉そうにしてくるところが気に食わない。いつも通りの言葉を並べる先、全てにおいて私より自分の方が上だと思っている。この会社に入社したから性格が変わったわけではないだろう。きっと咲は以前から誰かを下に見て、暴言を吐かないと気が済まない性格なのだと勝手に推測した。てか、さっき取引先に送った書類だって間違ってなかったし、だから送ったの。あなたの間違ってないは信用できないから。私は持ってきていた書類の原本に一度じっくり目を通す。勝手な行動を取られたと焦っていたため、きちんと確認できていなかったのだ。奇跡的にこれで間違っていなかったらいいな、そんな希望を抱いていたが、やはりそうはいかず、やはり先ほど見た時に気づいたミスよりも多くのミスを発見し、あのまま私が先を放っておいていたらどうなっていたかと考えると怖くなった。今回は何事もないまま終わりそうでよかったけど、今後は同じようなことをしないように。さっきの書類もやっぱりミスが目立ってたから、修正したものを私が送り直しておく。じゃあもういいですか。あんたの説教とか聞き飽きた。完全に反省していない態度に私は再び声を荒げた。普段我慢していた分、一気に感情が爆発したのだ。まだそんなことを言うの？人を舐めるのもほどほどにしなさい。そもそも今回のことは、あなたがもっと仕事に真剣に取り組んでいたら起こらなかったのがわからないの。だから、普通にあんたの教え方が悪かったんでしょ？もう本当に無理。戻っていい？そういう態度を何とかしてって言ってるの。もっと細かく言わないとわからない？はぁ、うざ。サキは私の話をろくに聞かず、そのまま会議室を出て行ってしまった。どのように伝えたら彼女に私の気持ちが分かってもらえるだろうか。いくら考えても分からない。いや、そもそも分かってもらおうなんて思うのが遅いのかもしれない。もっと早く彼女と向き合っていれば、どのような行動がいけないのかをしつこく伝えていれば、もしかしたらそれらの行動も無駄に終わる可能性はある。さっきは私の話を聞いてくれないのだから、どれだけ真剣に向き合っても彼女は私をバカにしてくるだろう。もう疲れちゃったな。私はさきがいなくなった会議室で一人ため息をついた。この一件のあと、さきはさらに私への態度が悪くなった。無視をするのは日常茶飯事になり、仕事ぶりも以前よりさらに悪化し、真剣に取り組むことはなくなったのだ。私を無視するだけならまだいいが、仕事は真剣にしてもらわないと困る。このままでは様々な方面に迷惑をかけてしまいかねない。ちゃんと仕事して。先に声をかけるも、彼女は無視を決め込む。スマホで最近流行りの SNS を見ているばかり。ちょっと。無視をするくせに他の社員の気配を感じると、すみません。と気持ちのこもっていない謝罪をしてくる。どこまで先は私を舐めているのだろうか。彼女に振り回され続けた私は、もう会社を辞めてしまいたいと考えるようになっていた。しかし、そんな私に転機が訪れたのだ。正直あまり喜んでいいものではないと思う。だが、私にとってはサキとの関係が大きく変わったいい機会だと感じた。実はサキと共に商談をすることとなったのだ。というのも、上司からサキに商談の雰囲気を体験してもらおうと提案があった。昔私は営業を担当していたこともあり、その提案を受け入れた。サキは最初は嫌な顔をしていたものの、上司からの提案だと言うと、しぶしぶ首を縦に振る。そして
同時に商談先での英語のスピーチをお願いした。はあ？私が？ええ、私たちの会社と契約をすることでどれほどのメリットがあるのかを伝えたいの。相手は海外の社員が多いらしいし、今回の商談にも何人か参加するみたい。上司が取引先との間で英語でスピーチの時間を設けたいってなったんだって。簡単に自分の会社について話してもらえればいいから。商談でスピーチの時間を設けるというのは私にとって初めてだ。私が話せば安心なのは分かっているが、それだと咲のためにならない。咲が英語を話せるのは彼女が他の社員に話していたのを聞いていたため把握済みだ。あなたならできるんじゃない？私と違って頭がいいんでしょ？私がわざと煽るように言うと、咲はいつものようにため息をつき承諾した。まあ、あんたよりは英語話せますからね、なんて嫌みつきで。しかし私は選択を誤ってしまったと後悔することとなった。商談当日、なんと咲がスピーチを放棄したのだ。それどころかここでまで私に小さな声で暴言を吐いてくる。やる気なかったし、あんたみたいな低学歴に支持されて英語を話すなんて、私は安い女じゃない。意味がわからない。混乱してうまく言葉が出せなかった。そんな私に追い打ちをかけるようにさらに咲は言葉を重ねる。年金暮らしの無能ババアが英語なんて話せないでしょ。人が大勢いて少しだけざわついた商談先の会議室。そこであろうことか、咲は小さな声で私にそう言った。その言葉で私の中の何かが崩れた。幸い商談先の社員も、たまたま同席していた商談先の社長も気づいていないように見えた。ここで私が断れば、咲は機嫌を悪くして商談先にもかかわらず、失礼な態度を取りかねないし、揉めるなんて事態になったら大変だ。もう私が何とかするしかない。わかった。私はスピーチ台へ行き、そこで大きく深呼吸をした。ちらっと咲に視線を送ると、彼女はニヤニヤと私を見ている。彼女は私が英語が全く話せないと思っているため、わざとスピーチを放棄したのだろう。しかし咲の予想は見事に外れてしまうこととなる。大きく深呼吸をして気持ちを整えた私は英語でのスピーチを始めた。視界の端に咲が入る。彼女は目を大きく開き私を見ていた。その後数分間のスピーチを終えた私は拍手を受け席に戻った。そして正式に契約を結ぶかどうかは後日連絡するという話になり、私と咲は商談先を後にした。車の中では無言が続く。車が走行する音だけが車内に響き、少しだけイライラしていた気持ちが落ち着いた気がする。私は会社に帰るなり咲を会議室に呼び出した。ふてくされた咲は動こうとしなかったが、強く会議室へ来るように言うと、彼女はしぶしぶ立ち上がった。なんであんなことしたの？会議室に着き咲に問い詰める。だが彼女は変わらずふてくされており、口を開かない。なぜこのような態度を取れるのだろうか。本当に身勝手だなと思い、落ち着いたはずの苛立ちが湧き上がってきた。責任感っていうものがないのね。どうせ私は英語が話せないから恥をかかせようとしたんでしょ。だったら何？よく考えて。英語が話せない人を海外の社員がたくさんいる商談に行かせる？咲はハッとしたように顔を上げた。この様子だと私が言うまで気づかなかったのか。いくら新人の咲が英語が話せるとしても、新人に商談を任せきりにする会社があるとはあまり考えられない。てか、なんであんたは英語話せるのよ。
低学歴のくせに、私より頭悪いくせに。私、一回も英語が話せないとか言ってないよね。確かに、あなたより頭のいい大学には出ていない。でも学生の頃、私はずっと英語について学んでいたの。英語が好きだったから。そんな。サキは認めたくないと言いたげな目で私を見つめる。だが、事実なのだから、認めてもらわないと困ってしまう。まさかあなたがここまで常識知らずだったとは。いや、もうこれは常識っていう話じゃないか。何が言いたいのよ。自分がしたことがどれだけ大変なことか分かってる？やりますと言ったくせに直前になって放棄して、挙句の果てにはあの場で私を無能呼ばわり。事実じゃん。まだ本気でそう思っているのだとしたら、一度でいいから先の頭の中を覗いてみたいものだ。しかし、その声からして強がっているのだろうと思った。別に私たちだけの間でならいいの。いや、よくないけど。場所をわきまえろって言ってるの、伝わる？場所。もし、あの場で私が英語が話せなかったらどうしていたわけ？私を陥れたいって気持ちだけで動いていたんだろうけど、もしかしたら大変なことになってたかもしれないからね。もし社長が怒ったら、商談の空気が悪くなったら、そこまで想定してあんなことをしたっていう認識でいい？ああ、そんなわけないか。いつも適当に仕事して私の悪口ばっかり言ってるだけだから、本当に責任感がないのね。一気に言い切り、私はサキの反応を伺った。しかし、サキは謝罪も何もしない。相変わらずふてくされたまま、うつむいていた。この子はもうダメだ。何を言っても聞いてくれない。そう思い、私はため息をつく。いつになったらサキは考えを改めてくれるのだろうか。私がいるからダメなのか。すでに私には手に負えない状況なのは明白だ。どうしたらいいのだろう。先にどのような言葉をかけていいかわからず、黙っていたその時、会議室のドアが勢いよく開いた。そこには顔を真っ赤にして怒った部長の姿があった。中島さん、何をしてくれてるんだ。え？いきなり名前を呼ばれた先は戸惑いつつ、部長の言葉に反応する。これだけ部長が怒っているということは、サキが私以外に何かをしたのだろうか。どうされたんですか。私は恐る恐る部長に会議室へ来た真意を聞いた。さっきの商談先から契約をしたくないという電話が来たんだ。すみません。契約が取れなかったことに関してはしょうがない。高田さんが謝ることではないが。部長は視線を先に戻し、言葉を続ける。中島さん、どうやら商談先で暴言を吐いたらしいな。え？もしかして。私はすぐに部長の言葉の意味が分かった。同時に誰に聞こえていたのだろうと思考を巡らせる。高田さんに対して無能だの、低学歴だの、散々言っていたそうじゃないか。そんなことを言う社員がいる会社とは契約をしたくないって電話が来たんだよ。え？私、そんなこと。そんなこと言ってないって言いたいのか。お前の言葉を聞いていた商談先の社長から直々に電話が来たんだよ。社長？ああ、社長に聞かれていたのか。確かに、いくら小さな声だとしても、サキが暴言を口にしたのには変わりがない。高田さんのスピーチは褒めていたし、高田さんがいるなら契約したい。でも、あんなひどい言葉を使う人がいるなら関わりを持ちたくないってさ。お前のせいで一つの契約がなくなったんだぞ。どう責任取ってくれるんだ。そもそも、スピーチはお前がするんじゃなかったのか。怒りのせいで口調が荒くなっている部長。私は止めることなく部長の言葉を聞き続けた。もうめちゃくちゃだよ。何
何をしてくれてるんだ、まったく。なんだ、言い訳があるのか。言えるものなら言ってみろ。サキは部長の気迫にやられ、言葉を発せられない様子だ。高田さん、商談の時の状況を覚えているか。できれば今後のために聞いておきたくてね。はい、ちょっと。お前は黙っていろ。私は部長に商談の時の先の様子や、私がスピーチをすることになった経緯を洗いざらい話す。ついでにと、今までの先の態度についても説明をした。っていう感じで、私以外に態度を悪くしているようには見えなかったので、私が我慢していればいいと思っていました。まあ、何回か注意はしたんですが、聞く耳持たずで。なるほど。部長は再び鋭い視線を先に向ける。ずいぶん勝手なことをしていたようじゃないか。なんだ、パートの高田さんに仕事を教わるのが嫌、ミスを指摘してくるのが嫌だ、甘えたこと言ってるんじゃねえよ。自分で人を区別してるって分かってないのか。正社員でもパートでも関係ないだろう。区別って言うつもりじゃなくて。じゃあどういうことだ、説明してみろ。サキは何とか反論をしようとするが、やはり部長の問いかけには答えられないまま。いい大学出たのは知ってるよ。でもだからといって自分の学歴を振りかざして他の人をバカにするのは違うんじゃないのか。お前の言動には学歴以前の問題がある。はっきり言わせてもらうけど、人間性の問題だと思うぞ。はい。それに、ああいや、やっぱり今はいいか。部長は先の返事を聞き、何かを言いかけた。しかし、すぐに訂正し、先に向き直る。何を言おうとしたのだろうと思ったが、後にわかることとなった。声を荒げてしまってすまなかった。とりあえず今回のことは社長に報告させてもらう。え？当たり前だろ。実際君の身勝手な行動で会社に迷惑がかかっているんだ。今後どうなるかわからないが、まあ社長次第だ。そんな、私首とか困ります。どうしよう。社長には報告しないでください。謝ります。サキは部長の社長に報告するという言葉におじけづいたのか、懸命に部長に社長には言わないでほしいと繰り返す。だが今さらそんな願いが通るわけがないだろう。謝るから社長に報告するな、だって。それが通ったら会社は成り立たないぞ。部長は先ほどより落ち着いたトーンで言い、会議室を去った。静かになった会議室に微妙な空気。このまま仕事に戻っても集中できるわけがない。これからどうするべきか。そう考えていた時、サキが口を開いた。なんで全部言っちゃうの？もう、あんたのせいで私がクビになったらどうするわけ？それに、商談先で言ってた言葉だって、私は暴言だと思ってない。全部事実。私の何が悪いのよ。まさか部長にあそこまで怒られたのにまだ反省していないなんて。サキだって部長は本当は温厚でなかなか声を荒げない人だと知っているはず。そんな部長から怒られたのだから危機感を持ってほしいところなのに。あなたまだそんなことを言うの？そもそもあなたが身勝手な行動をしなければよかっただけの話じゃない。私が気に入らないのは分かっているけど、仕事は仕事として考えてほしいって言ったことなかった？結果的にあなたのせいで契約が一つなくなったのは理解してる？部長も言っていたけど、会社に迷惑かけてるの。あなたといつも仲良くしてくれてる社員にも迷惑をかけているんだよ。そんなの知らないし、私は関係ない。全部あんたが悪くて。この様子だと、サキ自身、自分が悪いのは分かっているだろう。ただ、今まで何でも私のせいにしてきたため、そうしないと自分を保てない。
プライドが高いからだとは思うが、今のままでは生きづらいのではないかと、ついおせっかいな考えが浮かんでしまう。もう全部その時、再び会議室のドアが開いた。え？社長？そこには社長の姿があったのだ。さっき部長から契約がなくなったという話を聞いたんだ。かなり急いでいたようだから、商談先から電話が来た後すぐに私のところに報告に来たのだろう。あまりにも社長への報告を終わらせるのが早すぎないかと思ったが、社長の推測を聞いて納得する。ああ、お取り込み中すまないね。ちょっと言い合いをしている声が廊下まで聞こえてきたから。すみません。気にしないでおくれよ。社長はあくまでも温厚なまま私との会話を進めた。その表情は優しいものだが、何を考えているのかわからず怖いと思ってしまう。で、中島さん、君が高田さんに対して商談先で良くないことを言ったんだって。それで商談先の社長が怒ったと。この認識で合っているか？はい。さすがの先も言い訳をする勇気はなかったのか、素直に認めた。君はどう思っているのかな？申し訳なかったと。本当か？え？社長はすべてを見透かしたような目で先を見つめる。先ほど君たちが言い合っていた内容が聞こえてきてね。中島さんは全く反省しているようには思えなかったんだ。全部あんたのせいみたいなことも言っていたかな。あんたっていうのは高田さんのことだね。まさかそこまで聞こえていたなんて。先は驚いたものの、もう認めるしかないと思ったのか、首を縦に振った。そうです。なんであんなことを言ったんだ？みちかさんが嫌で。何かされたのかい？社長は優しい表情は変えないまま、しかし威厳を持った声で先に問いかける。いいえ。ただ気に入らなかったのか？はい。サキは社長と目を合わせないまま質問に答えていく。そうか。つぶやく社長。何かを考えた後、ゆっくりと顔を上げた。そんな気持ちで人を傷つけるのは良くないと、君は知らなかったのかい？考えたことありませんでした。そうか。これからはもう少し人のことを考えられるような人になれるように頑張ろうね。なんて君くらいの年齢の子に言うとは思わなかったよ。自分のせいで契約がなくなり、部長に散々怒られた挙句、社長にこんなことを言われるなんて。さきの高いプライドはどうなっているのだろうか。彼女は唇をかみしめながら再び下を向いた。そんな彼女に向けて社長は追い打ちをかけるように言葉を重ねる。正直、君は社内評価も低いし、君に苦言を呈している社員も正直多い。君はバレていないと思っていたようだな。真面目に仕事をしていないことは周りにはバレバレなんだよ。そんな。それに何人か君に高田さんの言うことを聞けと注意したそうだな。結局何も仕事に対しての姿勢も高田さんへの態度も変わってなかったようだな。他の社員からも注意されていたなんて初耳だ。同時に先ほどの部長が言いかけていたのはこのことかもしれないと考える。そうなの？思わず聞いてみると、先はゆっくりうなずいた。彼女が私に対しての注意を聞かないのは納得できたし、それ以上は聞かなかった。この際だからはっきり言わせてもらう。本当に今の性格をどうにかしないと、この先かなり苦労すると思うよ。
その高いプライドを崩すのは大変かもしれないが、もう自分と真剣に向き合う時が来たんじゃないのか。君の学歴は理解している。だからといって他の人を悪く言ったり態度を変えていい理由にはならないからね。部長が言っていたことと同じような内容の言葉をかけられ、さすがにサキは理解したようだ。すみません。そう言って社長に頭を下げた。君が謝る相手はまだいるんじゃないか。横に社長は私のことを見て先に問いかける。先は社長の言葉を聞き考えを改めたのか、私の方を向いて頭を下げた。すみませんでした。その謝罪に私は何も言えなかった。ではこれから部長に報告をしてもらうよ。それから君の処分を決めるからね。はい。処分という言葉を聞き、サキの顔がこわばる。しかし、本当に考えを変えたのだろうか。彼女は素直に社長の話にうなずき、自分へ下る処分について待つこととなった。ようやく私とサキの関係がどうにかなりそうだ。そう考えると、一気に体の力が抜けた気がした。結局彼女には減給処分が下された。会社のイメージを著しく下げたこと、まともに仕事をしていなかったことなど、さまざまな理由を踏まえてこの処分になったそうだ。サキは部長や上司に怒られた挙句、社員からも苦言を呈されていると知らされたにもかかわらず、全く反省した様子はない。以前より仕事はするものの、やはり適当に終わらせるのだ。少しだけ私の話を聞くようになったが、ずっとふてくされた態度のまま。やがてそんな彼女に誰も注意することはなくなった。結局サキは商談の1ヶ月後には会社を去っていった。商談での出来事以降、彼女は会社では浮いた存在として扱われていた。そんな環境に耐えきれなかったのだろう。悲しくも惜しくもないのが正直な気持ちだ。むしろいなくなってくれてせいせいしたと言いたいくらい。だがさすがにそんなことを言ったら大人げないので、静かに自分の胸の内にしまっておこうと決めた。サキが辞めた後、社長や部長からはねぎらいの言葉をもらった。ようやく報われたのだと嬉しくなる。だが私が早い段階で周りに助けを求めていれば、こんな事態にはならなかったかもしれない。ほんの少しだけ自らの行動を悔いてしまった。ちなみに社員たちはサキがいなくなったことを何とも思っていないのか、いつも通り仕事に取り組んでいる。私は気持ちを一新させ仕事に向き合い続ける選択を取った。新しい後輩もできて毎日楽しい。その子はいつも仕事に一生懸命だ。とても接しやすくいい関係なのかなと思っている。あの一件以降、商談には行っていないが、きっと後輩のために行く機会が出てくるだろう。その日のために私も気合を入れておかなくては。私はいつ会社を辞めるかわからない。だが再び平穏な生活を手に入れられたのだ。できるならもう少しこの環境にいたい。そんな願いを、思いを抱きながら、今日も私は仕事に励むのだった。